アウグストレスキーン。アウグストレスキーンは、ドイツの言語学者。インドヨーロッパ語族、特に、スラブ語派の比較言語学の研究者として知られる。青年文法学派の学者の中では年長者であり、そのリーダー格であった。レスキーンは、キールに生まれた。キール大学及び、ライプツィヒ大学で、文献学を学び、1864年に、博士の学位を得た。 青年文法学派の他の学者と同じく、レスキーンは、ゲオルク・クルツィウスの学生だった。在学中に、南東ヨーロッパを旅行して、南スラブ語に接し、また農民から低地ソルブ語を学んだ。1864年から、ライプツヒのトーマス学校でギリシア語、ラテン語を教えたが、その地位に満足せず、1866年から、イエーナ大学で、アウグスト・シュライハーに学び、 1867年に論文ホメーロスにおける未来とアオリストで教授資格を得た。1867年から1869年までゲッティンゲン大学の司行士を務めた。1868年に市のシュライハーが休止したため、その後継としてイエーナ大学の比較言語学及びサンスクリットの院外教授に就任した。1870年には ライプチヒ大学に移り、スラブ学教授を務めた。1876年、レスキーンは、バトロスラブヤギッチと共に、スラブ語に関する学術雑誌、アーカイブフュアスロビシャフィロロジーを創刊した。1876年に、論文、スラブリトアニア語とゲルマン語における曲用を発表した。この論文で、レスキーンは、シュライハーの系統樹説とシュミットンの波紋説の、 中間的な立場を表明した。しかしこの論文が有名になったのは、序文の中の音法則に例外なしという言葉で、この命題は青年文法学派の根本的な信条となった。その後レスキーンは言語理論から離れ、古代教会スラブ語の研究に集中した。リトアニア語の文法と語一きの特本は、没後の1919 19年に出版された。ありがとうございます。